two. はい、皆様こんばんは。姫ごと第43話、皆様の遊び目姫でございます。今宵もそっと皆様のおそばに参ります。皆様一週間いかがお過ごしですでしょうか。前回ね、夫婦というテーマでやってきまして、でこれはずっと1月からしております。つながるから、まあ、ずっと来てるわけなんですが、今回もつながる、そしてこのね、夫婦っていうのでいきたいと思います。身近で一番分かりたいでも分からない相手でね、姫ラボでもね、こう素敵な反響をいただきますので、男性も女性も、何でも聞けちゃう、言えちゃう場所にしたいなと思っておりますので、今宵もよろしくお願いいたします。今回はメッセージもいただいておりまして、でそれを軸にね、皆様とチャットしていければと思います。皆様はどんな時に霊界、ね、こう霊的な導きを感じていますか。後半のね、姫ラボでそんな話をしていきたいなと思いますので、ね、どんなことをしようかな、チャット入れようかな、なんてね、思いながら、こんなこと聞いてみたいな、とか、あとこんなことがあったよ、なんて教えてもらえれば、とっても嬉しいです。さて、夫婦の話をずっとしてきてるんですが、ね、もしかしたら、これは聞いたことがね、ある方もいらっしゃるかも、と思うんですが、まあ、地上界での私の旦那さんの話をね、少ししていきたいと思います。ね、なかなか、こう、ね、このラジオでこう、自分の、ね、家族のことを話すっていうのは、まあ、この、ネットのラジオならではだな、とこう思ったりとかするんですけども、私の旦那さんっていうのは6歳年上でして、で結構ね、結婚したのが早かったんですよ。出会ってね、1年も経たずにもう結婚したんですね。でそれが私の24歳の時でして、今も言えば本当にすごく早いし若いですよね、24。たまにね、こう24歳の時の自分の写真とか見ると、ああ、なんかすごい若いし、あ、なんかちょっと可愛いとかね、思ったりします。ね。旦那さんはね、ずっと、出会った頃からね、ずっとずっと不安定さを持っている方で、で、これもね、普通の人が落ち込む時の、こう、何倍もっていうのが、びっくりするぐらい一気に来てしまうんですね。で、逆に、感情が高ぶると、本当にね、振り切れちゃうんですよ。で、自分で何言ってるか分かんなくなっちゃったりとか、逆にすごくこう、なんていうのかな、乱暴な感じになってしまったり。で、そういうことを言った自分に、すごく落ち込んじゃうんですね。で、これが、まあ、大きくなってからではなくって、小さい頃、子供の頃からね、7年、8年周期でずっとやってきてるんです。で、それはずっとピークの2、3年前ぐらいから、少しずつちょっとなんか様相がおかしいなっていう風になってきて、で、子供の頃なんかは結構ね、お母様も手を焼いていたっていう話をね、何回か聞いたことがあるんですね。ただ、そうだな。会った時にね、なんだろう。欲しいものがずっともらえないで成長してきたのかなーなんて、そうですね、出会った時に感じました。皆さんね、鬱の症状いろいろあると思うんですけども、鬱になりましたらば、動けなくなってしまうんですよ。で、初めの時は、私がそれをこう目の当たりにしたのはね、彼が29の時で、
で、もともとまあ真面目な性格もあるんですけども、仕事の優先順位がこうつけられなくって、で、やっぱり人間相手なんでね、いろんな人がいるわけです。で、やっぱりすごく要領もいい人もいれば、まあその旦那さんみたいな要領がすごく悪い人もいてる。で、その中で、ちょっとこう、なんていうのかな、いいように使われちゃったみたいに思っちゃったのかな。で、そういうのがあって、すごく落ち込んで振り切れちゃって。で、ね、家に行って、で、家って言ってもね、本当に、家電のほとんどないような、本当に着替えとベッドがあるぐらいの、本当なんもない家なんですね。で、そこに、ひらがなのね、くの字になって、倒れてて、で、声をかけても起きないし、ずっとね、息だけしてるんですよ。で、目が、まぶたの下でキョロキョロしながら、全く起き上がってこれないんですね。で、ただ、そこにいてるっていう状態なんです。で、初めね、私もよくわかんないですから、励まそうと思って、で、かなりね、やっぱりしっかりしなさいとか情けないなんてことをね、初め、どう言葉をかけていいのかわからないとかもありましたし、で、そういうのをね、こう、なんていうのかな、弱いなとかね、甘えてるななんて、その頃は本当に自分の知識もなかったし、経験不足だったんで、そういう言葉をかけたこともあったんですけど、そうなると本当に苦しかったんですよね。もう動物みたいな目になって、で、もう自分のことを、もう俺の何がわかるんだって。で、お前のせいで俺はこうなったんだって、もう、すごく荒れるんですよ。で、もうそれが、もうどうしていいかわかんないから、ただ嵐が過ぎ去るまでこう、そばにいるみたいな感じで。で、でもね、それが穏やかになると、本当にこう植物のような爽やかな方で。で、そうだな、結構ね、自然とこう一緒に共にあるみたいな感じで、なんていうのかな、植物とか動物とこう話ができるみたいな人だなって、心がすごい綺麗だなってね、こう思ったんですね。で、その時はすごく優しくて穏やかで、で、争いっていうのも好まないので、結構もう人にすぐ、譲ってしまったりとかね。あとはこう、まあ、そういうとこもあるんですけども、何より、まあ、私のことをこう、大事にね、しようってね、こう頑張ってくれてました。で、結婚してからはね、ずっと、これ変わるかなとかの思ったんですけども、この周期は変わらないで、まあ、今に至るわけです。で、でもね、これ、どうかな、ずっと、一緒にいるとね、心がずっと麻痺してきちゃうんですね。で、昔のように私が何とかしてあげたいなっていう気持ちが、どんどんなくなっていくんですよ。こう慣れてきちゃうっていうのもあるのかな。まあ、自然にその状況を受け入れてるっていうので、まあ、少々ね、こう怒っても、あれでも怖くないっていうのもあるんですけど、ただ、もうやっぱりこう、何回もね、今度こそはと思って、頑張るんだけどまた落ち込んで、で、だからそんな風になっちゃうから、こう、もともとがこう、負けるとかね、初めからダメだと思うことをこうしなかったりとか、途中までこうやりきれなくて、で、やめちゃったりなんてことも結構ありまして、で、仕事に行けなくなっちゃって、で、まあ、転職で、今のところはなんと、まあ、6社目なんですけどね。で、今もまあちょっと浮き沈みはあるんですけども、割と穏やかな仕事に就いてるんで、前のようなね、ことはだいぶ減ってきました。で、そこで、まあちょっと今回、中心でね、まあ、ここをお話ししたいなかったなと思ったので、今のお話ししてったんですけども、
ただね、それを、まあその、彼なりに維持するために、もうね、かれこれ4年5年ね、お薬をずっと飲んでるんですよ。で、本当はね、もともと薬すごく大嫌いだった人が、まあその、私と、まあ、そしてそのね、子供との生活を大事にしたいって、そのために、まあその、それをつなぐ手段として薬をずっと飲んでいてくれるんですね。で、やっぱり、ね、こう、勉強とかしていくと、きっと、ね、こう、あ、これはすごく霊的な影響を受けてるから、この課題は、なんてことも分かったりするんですけども、そこでね、あ、そうだなって、こう、身近なね、まあ、旦那さんから、こう、知ったことなんだけど、きっと、そういうのに、こう、なかなか気づけない人っていうのは、その手段や方法を知らないから、で、そこまでなかなかね、わかんないし、自分がわかるところでいろいろ物事を考えるから、お薬を飲んだりとか、で、目に見える方法、今まで経験があったり前例があったみたいな方法で、今の自分を理解しようとかね、するんですよね。で、そこではやっぱり私自身が、まあ、いくら、こう、これは、そういう風になってるね、とか、霊的だね、なんて話をしても、なかなかそれは分かってもらえない。結局私自身が、まあその、なんていうかな、変わっていかないといけない部分もあると思うんですが、やっぱりその、身近にね、そういうのをすごく感じました。で、まあ、毎日ね、この姿を、毎朝毎晩とこの薬を飲み続ける姿を、そんなね、強い薬ではないんですけども、やっぱりこう、精神的にフラットにする薬なんで、そうだな、その、普通に起こる感情の浮き沈みがない分、ちょっとね、やっぱりこう、抑圧っていうのかな、何かは出てるなっては感じるんですね。疲れやすかったりとか。で、それをね、見るともう毎朝毎晩見ては心の中で、あ、ごめんねっていうのと、ありがとうっていうのが、まあ、混ざってくるわけです。で、まあ、今回ね、やっぱりこの、秘め事もさせてもらってたら、いろんな方の、こう、意見とかアドバイスもらうことがあって、で、薬は良くないよとか、早くやめた方がいいよっていうね、意見がすごく多くてですね。で、私も、まあ、ずっとね、そういうのを体に入れ続けて、いいものではないなってことは、まあ、それは、まあね、気づいてはいるんです。で、実際、もともとね、結構色は白目で、肌も綺麗だったんですけども、そうだな、年齢的なこともあるんだけど、結構ね、年齢だけじゃないのかなっていうふうに見える時もありますし、で、体力もなければ、まあ、精力もそんなにないわけです。ただそこには、本人っていうのはね、大事なものを失いたくないっていう思い。で、まあ、それがその、彼なりの、まあ、その頑張りの一つでもあるんですけども、そこを、まあ、薬というものでつながってる。で、ね、本当にその、手段がね、それしかこう、みんなが知らされてないっていうところは、本当に、これからきっとね、私たちがもっともっと改善していかないといけない。いろんな人たちが、そういうのがなくてもやっていけるんだって思えるようなね、社会にしていかないといけないわけなんですが、私はその気持ちを大事にしながら、ね、薬のやめ時を一緒に探していきたいと思っています。で、きっとね、こう、周りでもそういう家族って多いと思うんですよ。で、私が知ってる方も、もともとその喘息があるんですけども、心理的なものがありまして、で、本当はね、必要ないんだけど、吸入器をずっとしながらね、毎朝ステロイドを、ちょっとなんだけど、朝のうちに入れないと、不安で一日動けなかったりって。で、
辞めてもいいんじゃないっていう話をしたら、もし何かがあって、で、ね、家族に迷惑かけちゃいけないから、これはまあ、お守り代わりなんだ、みたいな感じで、されてるんですね。で、で、そのね、また別の方では、こう、娘さんだけど、お母さんとの関係でずっと守られないと、ね、愛されない、可愛がってもらえないという気持ちからね、いつもこう、体中のどこかが悪い子っていうのもね、ずっとおりましたし、で、それが、だいぶ前にね、体と心についての話したんですけども、その、心的なものとかからね、皮膚にこう、いろいろ出てきちゃったりとか、内臓出てきちゃったりとかっていうのがあって、それが体が助けを求めてる。で、そういう体になることによって家族をつなごうとしてるっていうね、ことを起こしたりしてるわけです。でね、本当にご自身でとっても苦しくして、しんどいんですが、閉じこもったりとかね、外に出ないことで、苦しいけどそうやって守ることができれば、逆にそういうのが出にくかったりとか、あ、でもどうかな。そこにいるためにね、体がそういうふうな、まあ悪いものになってしまったりってこともあるかもしれない。だけど、結構ね、多数の人っていうのは体に無理をして良くなりたいとか、良くありたいって思えば思うほど、体からね、サインが出てきます。で、体をね、ずっとこう動かしてる、操縦してるっていうのは魂だね、こう霊的なものです。で、まあそれが、なかなか改善ね、難しいんですけども、今回ね、まあ、今年、まあ今、この時期ですよね、本当にね、こう大掃除、内から外からのね、大掃除の大チャンスになってますので、気づきのね、時なので、親子、ご夫婦で、お互いを何よりも、自分を見つめて、本当なりたい自分、こうでありたいなっていう自分はね、何かなっていうのを考えてみてください。で、またね、そうやって人のことを思うことによって、自分自身も見えてきますので、ぜひね、そんな風にしてもらえたらなと思います。決め事的1週間。殿方の皆様、プライドに執着して意地を張っていませんか？本当は自分で分かっているんだけども、やめられないこと、変えることができるのに変えようとしていることがあるようです。今までいろいろ試行錯誤して、きっと自分のない自分なりの考えにたどり着いているはずです。ただ、実行に移すには責任も必要。言葉、態度もそれぞれに当てはまります。思いついたことを何でもするには少し待って、で、意識して自分には何が必要かを見ていってください。今までの失敗を次なるステップへ。本当に大切なことは何ですか？信じる道を突き進み、思い込みや先入観をほんの少し置いてください。不安もありますが、しっかりと課題を見ることで道は開けます。夜は暖かくしてしっかり睡眠をとってくださいませ。はい、宿所の皆様、お待たせいたしました。決め事的1週間です。
前々からずっとそのままにしていた問題、そのままにしていませんか？頭ではどうしたらいいかわかっていますし、そっちの方がいいっていうのもわかっています。自分の気持ちはちゃんとしたいというのがありますよね。人間関係であったり、で、なんとかなるなるっていうので受けちゃったことが今になって、で、ね、手一杯になって吹き出してしまっています。健康面もそうかもしれないですね。で、何事もね、自分自身の思い、ルールがね、こうガラッと変わることがね、起こりますので、ここをね、ちょっとこう頭、柔らかくして、まあ、女性なりのね、柔らかさで受け入れてください。で、ちょっとね、そのことによって、身近に起こる、ちょっとこうピンチとかね、まあ、トラブルなんかも少し起こったりもするんですけども、それに対して丁寧にね、対応していってください。今までだったら、こう人間関係でも結構なーなーでね、生きてた分なんかも、けじめをつける。きっちりする。で、そのことで、こうね、めんどくさがってしまうと、もうずっとね、この先あなたの、こうね、課題になってしまいます。ね、今までこうずっと、年がね、明けてからは、乗り切れるだけの力っていうのはずっとこう蓄えてきておりますし、今ね、ある、その問題の、まあ、その、根本っていうのかな、ずっと固まっていてが、その、ゴミ出しをしまして、で、本来の自分のありたい姿をぜひね、見つけてください。ちょっとこうね、こう、人ってね、ずっとこう変わりながら、常にね、変化しながら、で、求めるものとかね、こう信じているものっていう目指すところっていうのは変わらないんですけども、やっぱりその場その場で、どんどんその今のステージ変わっていきますのでね。で、ここだけはね、そういうここ一番っていうのは人に頼らないで、まずね自分でやってみましょう。鍵は有言実行です。まずは口に出して言ってみてください。はい。おぼっちゃまお嬢様。バレンタインのマニューでちょっと恋愛のよりの解説をいたします。周囲のアドバイスを聞くことが大事になってきます。今まで以上に順調に物事が進んでいくでしょう。停滞していたことは動き出し、うまくいっていることは、ますますね、うまくいく。このチャンスを逃さず、思い切って気持ちを伝えるのもいいでしょう。ただ、もしそれが、ぼちぼち終わりにしたいなっていう関係であったりね、あとは、本当は気持ちがないんだけど、こう一緒にいちゃったりなんてしましたら、今回ばっかりは、ね、その場の雰囲気でなんとなく続いていってしまうこともありますので、本当にね、相手のことを考えた発言行動をとってください。そうすることによりまして、いろんな意味でハッピーエンドを迎えることができますよ。今の出会いは、あなたにとっていろいろなことを教えてくれます。恋人から教えられること、気づきもありますし、自分の乗り越えなければいけない、今までの自分が見えてこなかったことも見えてきます。ただ、お互いね、心と体を思いやるというモラルは忘れずに、興味本位での動きは、注意ですね。鍵は責任を持つです。ヒメラボのコーナーです。ここは、あなたと姫の実験室、あなたのチャットで何かが変わる。さて、
今回はね、質問が来ております。ラジオネーム、流れさんからね、メールいただきました。ありがとうございます。先ほどね、ちょっと前半の方で、皆様はどんな時に霊的な導きを感じていますかということなんですが、ね、こんばんは、天本さん。いつもね、ありがとうございます。今宵もよろしくお願いいたします。で、今もチャットね、くださってるんですけども、ね、嘘八を作成しながら聞いています。ありがとうございます。そうですね。ちょっとね、皆様にもこう、チャットでいろいろね、お返事、いろいろいただきまして、ぜひね、この姫ごとの姫ラボを進めていきたいと思います。はい。では、お読みいたしますね。質問をさせてください。私としては、守護の神からの導きが、他者よりも弱い感じがします。絆を強くするために、神のつながりやすい、神の特徴を知らせていただけますか？イメージが湧けば、コミュニケーションが取れて、道がより開けそうな気がします。ありがとうございます。と、あります。流れさん、ありがとうございます。ね、守護の神からの導きが弱い感じがするということでして、今ね、霊界からバンバンメッセージが来ているんですね。で、これをね、どんな風に受け取ってるかっていうことなのかなと思うんです。で、人によっては声とかインスピレーションがありますが、こういうね、神様のつながりを持とうとしますと、神様とね、直結っていうのはすごく難しいんですね。で、もしそこにイメージをしようと思いますと、まあそれは、まあ私のイメージなんですけども、純粋なね、大きなエネルギーで、もう宇宙を作ってね、全部をこう包み込んでいて、たまにはこう遠くから見守るような存在。だけど自分の中にもあるよっていうね、存在なんですね。で、結構ね、イメージもしにくいですし、そうだな。私がおすすめしているのは、もっとね、身近に守護を受け入れるならばね、親子関係で、まあその自分の血統とかね、その血に乗って、まあその、良くしてもらう、守ってもらうとかいうのが、そのメッセージを受けやすいかな、なんて思います。ね。いろんなこう、ものがバンバン来てるときは、必ずね、良くなりますので、どうぞサポートお願いしますというふうに言ってみるのも一つですよ。はい。今日どうかな？チャットの方いかがでしょうか？はい。はい、こんばんはって来てますね。で、今来てて、アモンさんが嘘八を作成しながら聞いています。あと、薬を逆さに読んでみよう。ありますね。10時45分ですね。これね、今、薬ってカタカナで書いてあるんですけども、こちらね、逆さまから読むと、これリスクになっちゃうんですね。そうなんですよね。ただね、薬っていうのが結構変わってきちゃったのかなって。で、ね、昔の日本はね、こう草冠に楽ってね、だったんですけどね。はい。あ、アンモンさんなんですか？こう、近頃は、トイレの扉がよく閉まります。これ、どんな風に閉まっちゃうんですか？こう、バタンってなっちゃうんですか？どんな風になるんだろう。結構、アンモンさんは、あれですね、家電とか、家とかに、動きに来る、系ですよね。
こう、身近にね、その、分かって、みたいな感じかな。どうですかね、感覚的にね、そんなにこう、怖い感じとかね、しなければ、なんかあるなぐらいで自然にね、受け止めてもらったらいいんじゃないかななんて思います。そうだな。私は最近はないかな、電化製品は。今のところはね、ないですね。逆にこう、電化製品こう直ったりとかね、はあるんですけども。あとに、私自身が霊的な導きで、なんかこう意識してる時っていうのは、なるべくね、こう正しいというかね、なんかこうちゃんとした言葉を話そうとか、やっぱ自分自身が、ぐらぐら荒れてるとこういいとこに流れない場合もありますのでね、なるべくこう心を穏やかにという感じかな。自動ドアなんですね、アモンさん。閉める前に閉まっちゃうんですね。そっか。すごいですね、こう。こうある意味ね、こういろいろこう、お世話をしてくれるというかね。そんな感じですね、扉がね。構ね、どうか、怖くはないですかって。そっか、アンモンさんどうですか？怖くはないですか？今ね、11時2分。来てるんですが。そうだな。なんか前ね、どうかな、アモンさん。この前、私もね、ちょっとこう、霊的っていうか結構ね、怖いことがあって、前話したかな。ちょっとね、こう、夢の中でね、ちょっとこう、そういう夢を見たんですけども、夢の中で、ちょっと精神的にこう弱ってる方たちが来て、で、こう、私たちがやってること、私がやってることっていうのは、みんなを救えるのかみたいな感じでね、言ってくるんですね。で、その次にこう、精神的な人から、あとは、本当に体にね、ちょっとこう、体が、ちょっとご不自由な方がいたりとか、病人、老人、で、最後なんかこう、裏側の人みたいな人が出てくるような変な夢、変っていうかね、そんな夢を見た中で、だからすごくね、リアルに、その三人、一番初めのちょっとこう精神的なところでね、しんどい方が三人いらっしゃって、連続でいらっしゃって、で、全く同じね、こう、ようなセリフを私に言ってっていうことがね、あって、で、さすがにその時はね、ちょっとね、なんだろう、こう私に何を伝えたいんだろうと思いました。で、やっぱそういうね、人たちのこの、来てるエネルギーについてくる、こう、もやっとした空気っていうのがすっごい悪いんですね。で、それをこう、外に出すために、こうしっかりと、こうね、空気の入れ替えじゃないですけど、お清めをね、したりとかしてましたね。はい。あ、今ね、天野さんから来てます。11時4分。慣れました。ちょっとは怖いですが、ありがとうと心の中で言っています。愛感謝。そうですね。こう、ありがとうご苦労さんみたいな感じでいいかもしれませんね。そうですね。
ねえ、もしかしたら、今ね、こう、桃さんのところで、あ、ちょっとこれ、役に立ってるんじゃないとか言って、こう、目に見えない、こうね、こう、方がいてるかもしれませんね。何？目に見えない。メイドさんみたいな感じ？ あ、ですね。慣れるということは頻繁なんですねって。どうでしょう？アマゴンさんも結構あれですよね。前にこう一緒にさせてもらった後ぐらいから、なんかね、窓ガラス叩く音とかいろいろね、ありますよね。これちょっと音が聞こえたりとかね。で、どうですか？これも、まあ、家の中にね、あることはそうなんですけど、こうね、何でもかんでもっていうことではなくてね、やっぱり、その、出先なんかではちょっとこの嫌な感じだなとかいうような空気なんかもありますので、そこではね、まあ、あるなっていうぐらいで、で、こう、すっとね、流しとくっていうのもね、ちょっとね、一つね、大事になってきます。特にね、今とても敏感になってる感じがね、するなと思うので。そうですね。どうですか？皆様はね、他、今ね、こう、秘め事、リアルでこう聞いてくださってる皆様は、こう霊的な導きとか、あとね、こういうサインが来たよとか、今ではなかったけど、あ、これなんだなとかね、ありますか？そういうのもね、こう。ね。やっぱり結構ね、大事ですからね。何でもね、こう、霊のせいにしちゃうと、こう、霊だってね、霊の世界もこう、たまったもんじゃないんですけども、なんかこう、ある程度っていうのはね、ずっと、ある程度っていうのは、その霊的な存在、っていう影響っていうのはすごくね、受けてるなと思いますし、ね。ちょっとね、やっぱり私もこう街を行く人、いろんな人を見ながら、この人はどんな風なんだろうかなとかね、こういろんなこうすれ違う人とかもね、見たりとかするんですけど、あんまりね、自分自身で、なんかこう、生きてるっていうのかな。その、なんかこう、言うそんな感じがしなかったりとかしてね。なんか、あとは、人なんだけど人ではないみたいなね。なんか不思議な感じがする気がありますね。あ、今ね、11時7分、アーモンさんがね、流しますって。で、今ね、11時7分、最近は、わざと閉じています。で、最近はいろんな出来事に不思議な意味を感じます。不思議な意味を。偶然ではないと感じます。そうですね。いろんなことがね、意味があって、やっぱりあるわけですもんね。やっぱりその日一日の人の出会いもそうですし、そうですね。あと、ずっとね、今本当霊界からのメッセージ強いですし、いろんなとこで気づかせてあげよう、気づかせたいってやつも多いですね。ただ、それに乗っかって、ね、どうでもいいわけではないんだけど、その例の都合のいいような感じで、そういうメッセージってやつがわかりやすく来る場合もありますので、そこをね、ぜひ、
よし悪しを見抜くためにも、いろいろね、ある程度の勉強をしとくっていうのはね、すごく必要になってくると思います。よくね、こう突然に覚醒しちゃった、分かっちゃったなんかでこうね、ヒーラーになってしまったりとか、スピリチュアルのカウンセリング鑑定なんかしちゃったりとかすると、基礎があんま知りてきてないもんなので、そのままね、自分よりもこう影響力が強いものに飲み込まれちゃったりとかね、そういうのもね、実際あるんですね。ですので、ぜひ、ね、そこを感じれることは素晴らしいですが、しっかり、まあ、そうだな、昔っぽく言うと修行をするっていうのも大事だな、ということですね。はい。ももんさん、昔、元奥様がね、誰かと家の中でぶつかったと言ったことがあります。そっか。ももんさんのお家が、そうなのかな。結構ね、土地とか、同じね、家でもこう、場所ありますもんね。で、その家族の中でも、その一人だけが、そこで誰かとぶつかったりとかね、金縛りにあったりとかもありますよね。で、これ同じね、兄弟でもなんでなんだとかありますけど、出方とか、その人自身の、まあ、なんていうかな、持ってるものっていうので、受け入れる人、あとは、受けやすい人ってもありますね。はい。霊的なものだと感じやすいと、生活するとき大変じゃないですかって。確かにね、これ霊的なものとね、生活すると、すっごくね、大変です。ちょっとね、以前、まあ、モンさんまでとどんな感じかまたね、ぜひ、今ね、慣れました、当たりましたが、また聞かせてくださいね。そうですね。こう、ずっとね、霊的なものを感じながら行きますと、あまりこう、気を抜けない、休めないっていうところもあるんですよね。もし何もね、感じることがなかったら、もうそういうのも全部解放していきたいとかもあるんですけども、やっぱで、どっかでね、こう、蓋が開いちゃうと、入り込まれちゃうみたいなのがあるので、そうだな、こう、魂を、強く持つみたいな感じかな。そうですね。ねえ、私も結構子供の頃なんかはずっとそんなので霊的なものとお話ししていますので、結構ね、進む、道を決めるとかね、進む方向とか、あとくじ引きとかね、なんか結構、頼ってましたね。で、子供のうちとか結構ね、こう純粋なんで、ちゃんと、そういう思いでやれば、そこに、こう何かしらのものが、こう結果がね、来るとかもありまして。そうですね。あ、今日何があったんだろう。今ね、チャットが入ってますね。夫婦の性生活の話って、あ、そうだそうだ、ね、そうですね。あ、そうだな。あ、前回性生活の話しましたもんね。そうだな。ちょっと話が逸れちゃったかも。あ、前回私性生活話するよって言ってましたっけ？かもしれない。ちょっとね、夫婦の性生活。どうですか？夫婦の性生活の話。まあそうだな。性生活にもね、やっぱり霊的なものってあると思います。どうかな？結構そのね、なんていうかな、性生活とかその夫婦関係にこう、応援が入ったり、まあ、逆にね、こうちょっと邪魔が入ったりみたいなこともあると
思うんですよね。そうだな。そっかそっか。あれ、ちょっと待ってください。私、この前、豊かな性生活の話。ねえ。そうだな。ああ、もう結構にその、言ってないかも。そっか。ならなら。そうそう。そっか、夫婦の性生活。あ、でも、あれですよ。夫婦の性生活。何でも聞いてくださいね。ちょっと気になることとかありましたら。ね、この姫ラボだからこそ、こうまたお答えできることもありますのでね。そうだな、ちょっとこう霊的な観点からも、お話ししていきたいと思います。ね、山本さんね、脱線ついでに、葬儀社に以前勤めていた時には何も感じませんでしたけど。あ、そっか。葬儀場は、なんか、どうかな、結構独特ですよね。セレモニーのね、場所としてね。そっか。もうその時はもしかしたら、ももさんは、そっちの方にチャンネルが、まだ向いてなかったかもしれないですね。多分これね、今、向いたら多分、扉が、自動ドアとかになっちゃいますね。だからいろいろこう、大変なんじゃないかな。前にもね、ちょっとお話ししましたけど、喪服の話ね。で、汗とか、その体の体液っていうのは、そういう、人間のその、いろんなものを含んでるんですよね。なので、こう、喪服に染みついた涙とか、汗とかっていうので、やっぱりその、亡くなったいろんな霊が、これ誰かなとかね、見に行くよ、見に行っちゃうみたいな、こう接着剤の役割みたいなのがあって、で、そこに、まあその霊がくっついてきちゃう。なので、こう、レンタルの喪服なんかをね、ずっと着てる人なんかは、首がずっと落ちて、顎が出てくるってね、そんな話を前にしてまして。そうなんですよ。ちょっとね、この脱線になったんですけども。そうだな。割とね、そう思うと、こう、霊の世界っていうのは、私たちの日常にありますよね。これのネットの中だけではないし、そのパワースポットに行かないと感じられないものでもありません。で、普段のね、その日常の中にたくさんあるメッセージの中で、いいものをいかに受け取っていけるか。で、自分にとって必要なものを受け取っていけるかっていうことですよね。で、ちょっとね、ぜひ、まあその意識してほしいなとか思うのが、まあいろんなことにおいてなんですけども、なんかちょっとね、こっから自分って何が勉強できるんだろう。そこでね、あ、終わっちゃったじゃなくて、なんかね、そういうのも感じて、霊的なものを受け取ってもらうと、もっとね、まあ、生きやすいというか、霊自体もこう流れやすくなるかななんて思います。そうだな。夫婦間でもそうですね。あとね、まあ、人間関係とかもそうですけどね。ということで。そうなんです。ちょっとね、こう前回ね、いろいろこうしてた中で、まあ、これからね、またこういう、いろいろね、夫婦間もそうですし、まあ、絆をテーマにしてるんですけども、結構ね、例の影響をこう受けまくっちゃって、しんどくなっちゃったりとかね。あと、
いろんなことを背負ってきちゃってる。で、それをこう持ち続けちゃってる人たちもね、いてますので、そういう、絆っていうのも感じながらね、次回の方もね、やっていきたいなと思ってます。ということでして、どうですかね、質問。こんなこと聞いてみたいなとか、ね、ヒメルはどうなのなんかありましたら、ぜひぜひね、聞いてみてください。そうだな。はい。ということでして、そうだな、今、11時に15分20分過ぎたとこなので、あとまあ5分ぐらいお時間を取りして、行きたいと思います。ちなみにね、この夫婦の出会いとか、あとまあね、っていうのもやっぱりこう、霊的な導きなんでね、例えばね、こう1回目、ちょっとこうね、ダメであって、またこう次にお出会いがあったりとかするのもやっぱりこうね、導きがあったりなんですよね。で、やっぱりね、こう、いろんな人と、まあ、そのね、気持ちでこう交わっていくっていうのもありますし、で、まあ、そのね、自分を強く持つっていうのも大事ですけども、相手がこうね、してくれたことに対してのありがとうという愛とか思いとか、っていうのもね、大事だなと思います。あ、沖縄の妖精とかいるんですかって。ああ、そうですね。私ね、沖縄はね、昔、うんと昔ですね、うんと昔ね、うんと昔なんですけども、沖縄に行った時はね、沖縄は、妖精さんがね、いてました。なんかね、赤いっていうのかな、黄色いっていうのかな、ちょっとこう、形的にね、あ、本当にその、キチムなほどではないんですけど、ちょっとこう、ちっちゃいけど大きい、なんか、感じの妖精さんみたいなのはね、いましたね。あと兵隊さんと、すごくね、感じました。ね。特に沖縄ね、地理的にも結構そういうね、霊的なもの集まりやすいとこなんで、沖縄とね、あとま、東北の方とか、北海道の方とかはね、結構、見やすいんじゃないかな。あ、今ね、来ましたね。日によって片方しか求めていないときどうしたらよいでしょうか。どうかな。これってご自身、の方が求めてる時とかですか？逆にこう求めてきてるけど答えられない時もありますよね。どうかな？もし、求めてこられて、ご自身が、ちょっと今日はそういう気持ちではないんだっていう時は、もうしんどい、眠たい、疲れてるって言っても、ゴロンってね、しちゃうんじゃなくて、今日はこう、眠たいからって言って、だけどこう、まあ、ぎゅっと抱きしめるとかね。なんかそんなのでもいいかなと思いますし、で、初めはね、お互いこう、ちょっとこう、もしかしたら、自分が求めるときにね、こう、そっけなくされてしまって、悲しいとかね、あるかもしれないんですけども、自分自身がね、ちょっとそういうふうに、相手が来た時に、しっかりね、今日はしようと思うとこうしてあげたら、ね、お互い楽しめたらいいんですけども、今日はちょっとする気がないなとか、できないななんて時は、そこでね、こう気持ちを拒絶してしまうと、結構ね、やっぱりこう求めに行くって、
まあ、ある意味非日常になりますから、ある意味勇気がいりますよね。で、そこをこう乗り越えてね、来ようとしてるわけなんで、ぜひね、その気持ちをぎゅっと受け止めて、まあ、そばでね、一緒にこう、そばにいるとか、ちょっと別のことをするとかっていうのもね、大事だなと思います。やっぱりあれだな、こうしっかりとこう、触れるっていうのかな。かその、相手の気持ちに応えたいんだよって、応え得ようとしてるんだよっていうことは、大事だな、私は思いますね。ねえ。そうだな。やっぱり。ありがとうございます。あ、こちらこそありがとうございます。ねえ、そうですよね。結構、ねえ、そうですね。こう、夫婦的にね、そういうのがなかったら、結構ね、寂しいな、なんて時もありますもんね。そうですよ。女性は特にね、まあ、その、成人、ね、女性結構毎月こう、排卵期とかもありますんで、それによって体もすごく変化あります。で、そういうのもね、ちゃんとこう、うまいことこう、消化っていうのかな、乗り越えていくのを一緒にしますと、こう、いつまでもね、こう、奥さんが、元気でね、綺麗でいてくれますし、なのでね、こう、男性の方は、こう、ちゃんとしっかり休んで、体力をね、回復するとかね、そんな感じで、お互い、楽しんでいってほしいなって、どんどんね、こう、年齢もいきますからね、ってね、すごく、思います。そうだなぁ。ね、ちょっとまたね、こう、次回もね、まあ、その、超えていかないといけないことっていうのもあるんですけども、あ、じゃあ逆にちょっと聞いてみようかな。今度、ヒメラボでこんなことをしてほしいなとか、なんかこのやってとか、ありますか？何でもいいですよ。何でもね、いいので言ってください。ちょっとこれも、恥ずかしいかもとかね、こういうの聞いてもいいのかななんてありますけど、これこう、姫からはこれ番号しかね、見えませんからね。アンモンさんはね、アンモンさんって分かっちゃうんですけど、私からはこの、番号しか見えないから誰か分からないですからね。ぜひぜひ。こういうのしたいなーなんてあったらね、教えてください。ちょっとそういうのもテーマにしていこうかな。ね、そうそう、今日はね、常連さんの、シャイムさんがね、いらっしゃらないので、ね、ちょっと、なんだろう、なんとなくこう、男子っぽい感じですよね。チャットがね。と思いますね。どうかな？もしね、なかったら。あ、妊娠中はどうしたらいいのですかね。妊娠中ね、妊娠中ね、ぜひね、やり方さえ間違えなかったら、妊娠中は、ぜひ、そうだな。すっごくね、すっごく優しくなれると思うんで、妊娠中もぜひね、楽しんでもらいたいなと思います。これ誰だったかな、こう。あ、そうだ、野口整体をちょっと勉強された方が、書いてた本でちょっと読んだことがあったんだけど、その方はね、妊娠中の、そういうセックスをすごくおすすめしてる方で、で、
もうこれは夫婦だからこそ楽しめることであって、で、すごくね、つながりも感じれるからって。で、その、ね、この妊娠中の体っていうのは、もう体がどんどん出来上がってきますよね。そしたら、こう、体の中をね、その、中も、まあ、子宮はね、もちろん、こう、ベッドになっていくんですけど、その、中も、こう、ふわふわになるんですよ。で、なるのでね、だからそれをすごい、おすすめしてましたね。もう、これはぜひ、してみるべきだということで。ただ、ね、やっぱりこの、体も大事なんで、大事にね、してあげてください。で、アモンさん、占いは当たるんですか？生年月日とか。生年月日はね、統計なんですよね。統計なので、それはそれでね、やっぱり生まれた月とか、あと私は星占いはね、結構当たるなって思うんですよね。今その地球上でアモンさんがこう生まれました。で、そこに、まあ、どの月の位置、どの星の影響を受けてるかってやつが、まあ、全部こう一直線でいろんな角度からね、そのエネルギーにアクセスしているといえば、まあ、その統計をずっとね、集めたものが星占いだとかするんで、私は結構これ当たるかなと思ってます。ですね。でちなみに、ひまごと一週間も占いでやってるんですけども、私は結構まあ直感な感じでやってますね。今来ました。いろいろとすいませんが、産後はいつから大丈夫でしょうか？ね、そうだな。できればね、いろいろね、体の中ね、ね、こう、もし、こうね、ちょっとこう、切開なんかしてますとすごくね、痛いので、ちょっとこう、抜歯が、終わったぐらいじゃないかな。多分ね、自然にこう、自然分娩とかで、別にこう、切開とかもしなくて、体力的にもこう、回復していれば、中のね、こう、体の中のこう、大掃除で中のものがいっぱいわーっと出ちゃうんですけども、それが綺麗に出たぐらいとかだったら、多分そのお母さん自身の体も整うから、大丈夫じゃないかな。ただ人それぞれなんでね、やっぱり、こう、ね、切開なんかして、こう、糸がついてすごく痛い中ですると、なかなかね、お互い楽しめなかったりとかもしますし、体にも結構ね、良くなかったりとかするので、ちょっとこう、お腹の中が綺麗になったぐらいとかだったら、またいいんじゃないかなと思います。でね、こう、また、まあ、それはね、すごく素敵だと思うんですね。大事な人が自分の子供を産んでくれて、で、その中でね、その、自分の子供を産んでくれた、その大事なね、人とその、つながる時間を持つ。またね、こう、新鮮さがあると思いますのでね、ぜひね、お互いのことを思い合って、してほしいなと思います。ぜひぜひ。ありがとうございます。はい。そうだな。じゃあ、こんな感じかな、今日は。はい。ということで、ありがとうございました。またね、こういうこと聞いてみたいなとか、今は聞けなかったけど、で、次回ちょっとこんなこと姫に聞いてみたかったなとか、ありましたらば、ぜひチャットくださいませ。あと、質問等もお受けしておりますので、もしね、質問等ありましたら、姫アットスノービッツまでお寄せください。はい。ありがとうございます。もうね、はい。私でよければもうね、何でも、お答えしちゃいますのでね、はい。何でも遠慮なく聞いてくださいませ。皆様でいろいろね、していきたいと思います。ということで、今日のところは、ここまで、はい、お相手は姫でございました。
たね、皆様実際ね、1週間のお過ごしになって、で、またこんなことがあったよなんかありましたら、ぜひ、教えてください。今宵もありがとうございます。それでは、皆様の夢枕でお会いいたしましょう。おやすみなさいませ。